皆さんこんにちは、キノチューブです。今日はです、悲しい報告をしなければなりません。一つはコリドラス、新しく入れたコリドラスアトロペルソナータスが、落ちてしまいました。理由はですね、多分水質が悪かったんだと思うんですね。毎日水を少しずつ変えてはいたんですけど、最近下に糞なのか食べ物の残渣なのか、ちょっとこういじるとわーっとゴミが糞なんですかね、舞い上がって、それをスポイトで取るようにしてたんですが、結構今日あたり、このエンゼルフィッシュとかの他の魚も餌の食いつきが悪くてですね、あ、ちょっと水替えしなきゃいけないなと思ってて、矢先にこのペルソナがもうひっくり返ってまして、それまでは泳いでたんですけども、急に、行ってしまいました。朝までは元気だったんですけども、っていうのと、あとヤマトヌナ沼エビがいません。いませんっていうのはどっか行っちゃったんですね。で、網をこうしたんですけども、どうも脱走したみたいで、翌日の朝に1匹出てまして、死んでまして、で、あと2匹はいるかなと思って網したんですけど、妻が「あれエビ出てたわよ」とか言って、あれ2匹ダメかと思ったら、妻がヨーグルトの空いてる容器にですね、水道水を入れて、塩素バリバリの水にエビを入れてて、「これちょっとなんとかしてよ」とかつって言ってて って言って、すぐに水槽にそのまま入れたんですが、それは、どうなってるか分かりません。で、今日後ろの方跳ねてるかなと思ってよく見たら、もう1匹も出てました。で、3匹入れたので1匹はこの中にいるかもしれないんですが、全然探しても見当たらないので、またどっか後ろの方に飛んでしまっているのかもしれません。ということで、迂闊でしたね。あと一つ、庭の鯉がですね、だから1匹猫に食べられたようです。1匹白と黒の鯉がですね、いないんですね。で、猫がちょこ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 来てて、で、ガードをしてたんですけども、ガードしてたんですが、1匹どうやら隙間を縫ってやられてしまったようで、ここに来て、ちょっと3匹じゃないですね、落ちてしまいまして、最近この水槽の水が安定してきたと思ってた矢先なので、ちょっとやっぱり水質が合わなかったのか、他の前からいる住人は変わりなくいるんですけれども、新しく入った仲間がですね、多分全滅してしまったという形でございます。残念ですが、悲報でございました。新しい仲間もシクリなのかなと思って、ペルソナなのかシクリなのかどっちなのかみたいな動画も上げようと思ってたんですが、その前に落ちてしまいまして、ちょっと反省しております。ということで、行ってしまった新しい仲間のお知らせでございました。ありがとうございました。